テレサ店、テレサ店、1953年1月29日から1995年5月8日、中華圏で使用された名前は、東麗君、ん、デン、リージュンは、台湾出身の歌手。1970年代から1990年代に、かけて、中華文化圏全域内し、日本、タイ、マレーシアなども含めたアジアにおいて広く、人気を博したその業績から、生前から、 没後も、アジアの歌姫と呼ばれている。父親は、中国河北省官誕氏、母親は中国山東省出身で共に、外省人で、また父親は、元国民党軍の食料軍人であり、彼女自身、軍隊への慰問活動を熱心に行っていたことも、あり、軍人の恋人、中国語、軍中常人というニックネームでも有名。 テレサテンの活動年次は、主に、平野久美子著「テレサテンが見た夢、将軍者に基づく両親は、1949年に、中国本土での内戦に敗れた、小海石と共に、中華民国、台湾に移った、外省人の中の一組だった。父親は、軍人で、三人の兄と、弟一人という男兄弟に囲まれて育った。10歳の時、 ラジオ局主催の歌唱コンテストで優勝。天才少女として注目を集め、14歳の時にプロ歌手としてデビューする。16歳の時、主演映画が制作され、女優デビューを果たす。その後、シンガポールやタイ、マレーシアでも人気に火がつき、18歳で香港でもレコードをリリース、アジアのトップスターとなる。百七十三年、香港で 日本の父さんと呼ばれる、船木実、後の彼女の所属レコード会社トーラスレコード社長は、アジアでのテレサ店の人気に目をつけ、足しげく、台湾や香港に通ってテレサと両親を説得。当時勤めていた、日本ポリゴール、現ユニバーサルミュージックとの契約を実現させる。1974年、21歳の時に、日本での歌手活動を開始する。すでに、 アジアのスターだった彼女は、アイドル歌謡曲路線の今夜かしら明日かしらによりなり物入りで、日本デビューを果たすが、売れ行きは思わしくなく、不発に終わった。そこで、演歌歌謡曲路線に転校したところ、日本でのデビュー2作目となる空港が大ヒットする。第16回日本レコード大賞新人賞を獲得して、日本でもトップスターの仲間入りを果たし、歌手活動も軌道に乗った。 その後も、香港を拠点に、台湾や日本など、アジア各地を行き来する多忙な日々よる。1979年2月、本来の中華民国のパスポートではなくインドネシアのパスポートで来日しようとしたため、旅券法違反で国外退去処分を受ける。当時、1972年の日中国交正常化の影響で、日本は中華人民共和国と国家の承認をし、 中華民国とは国交断絶していたため台湾のパスポートでは入国の際に非常に煩雑な手続きが必要だった。そこで彼女はインドネシアのパスポートでエリーテンという名前で入国していた。船木みによると当時の台湾の著名人、歌手や芸能人を含むは皆インドネシアのパスポートを所有していたというパスポート自体は インドネシア政府筋による正式なもので、決して偽造パスポートではなかった。そのため、事件としては白黒をはっきりしないグレー決着となり、彼女は1年間の国外退去処分となった。この事件で、日本だけでなく、台湾からも非難の声が上がり、台湾当局は、彼女の身柄の引き渡しを強く要求した。しかし船木は、その要求に従えば数年間は、 歌手活動ができなくなるだろうと考え、彼女をアメリカ合衆国に渡らせることにした。事件から1年後の1980年、台湾政府への協力を条件に帰国を許された。彼女は中華民国国軍の広告党として活動し、愛国芸人と呼ばれた。そして、台湾での歌手活動も再開した。その後、再来日を果たすまで香港を活動の拠点にしていた。 この頃、良い件を大ヒットさせていたジャッキー・チェンと米国で再会し、お互いに思いを寄せるが、人気に溺れ、取り巻きの前で侮辱行為を働いたため、失望し、ジャッキーから離れてしまう。ジャッキーは、激しいショックを受けて、目を覚ました。その後は、親友となった。1980年代初めには、中華人民共和国でもコピーされた彼女の、 カセットテープが出回るようになり、人々の心を掴んでいた。中でも特に人気だったのは、1930年代に中国で流行した、南下君さらい、ホーリーチュン再来、作詞、海林、作曲、リュウユキアンのカバー。やがて彼女は、冗談交じりに、昼は、東昌平、夜は、東麗君、テレサの中国語の芸名が支配するとまで言われるようになった。 1983年には香港でデビュー15周年を記念したツアーを行い10万人を動員。しかしその影響力を嫌がった中国共産党政府は1983年頃にテレサの歌を放送禁止にした。それでも人々はダビングしたカセットテープを回したり台湾の放送をキャッチしたりしてその後も彼女の歌を密かに聴いていたという。 中華圏の CD ショップでは、現在でも1982から1984年頃の、香港や台湾での公演の様子を収めた DVD がよく売られている。1984年、日本の音楽ファンの強い要望もあって、再来日が許可される。レコード会社も、ポリドールから、トーラスレコードに移籍、荒木とヨ作詞、三木隆作曲の、 つぐないで日本祭デビューを果たす。つぐないは優先放送を通じてじわじわと人気に火がついて、大ヒット、日本優先大賞など数々の賞を受賞する。翌1985年にリリースした愛人も、再び荒木、三木コンビが手掛け、大ヒット。この曲で第36回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たす。 愛人優先放送のリクエストチャートで14週連続1位。1986年、荒木、三木コンビによる3曲目となる、字の流れに身を任せリリース。これも、大ヒットとなり、紅白に2年連続出場する。償いと、愛人は、それぞれ日本で150万枚、字の流れに身を任せは200万枚を売る、大ヒットとなる。 1984年から1986年にかけ日本優先大賞及び全日本優先放送大賞の東西優先大賞で史上初の3年連続大賞グランプリを受賞。1985年12月には彼女のソロコンサートとしては最後となるが最大規模の演出を凝らした NHK ホールコンサートが開催される。この時の歌唱は 彼女のライブ公演の中でも最高の水準のものとして評価を得ている。1986年、改革開放路線を進める中華、人民共和国において、テレサの歌が事実上解禁されたことで人気が再燃。コンサートのオファーも届くようになり、同時期に、米タイム誌によって、世界7大女性歌の一人に選ばれた。1987年、 住居香港に移すのと同時に、日本以外での歌手活動をほとんど休止するようになった。1989年5月27日には、かねてから、中華人民共和国内で起きていた、民主化要求デモを支援する目的で行われた、香港ハッピーバレー競馬場での中華人民共和国の民主化支援コンサートに参加。約30万人の前で、平和を願う、我が、 マトヤザイヤマテキ私の家は山の向こうを耐え、亡命した民主化活動家とも交流を持った。しかし彼女の願いは叶わず、北京で天安門事件が起きてしまった。1990年に予定されていた彼女の夢であった両親の生まれた中国本土での初のコンサートも中止になった。当時、その心境を 夢は殺され夢は見ることさえできなくなってしまったと語っている。同1989年、失意の中アジアを離れて、フランスのパリに単身移り住む。中国への思いをさらに深めるようになり、1992年に中国で広く愛されている、ヤライコー、イェライシャンを新たにレコーディングする。この頃、全息を悪化させ、次第に体調を崩していく。 1990年以降は表舞台からも距離を置き日本を訪れることも稀になった。日本での最後のテレビ出演は1994年11月に放送された NHK 火曜チャリティーコンサート仙台市にて公開録画だった。1995年5月8日、西洋のためたびたび訪れていたタイチェンマイのメイピンホテルで 機関士然則による発作のため死去。四十二歳の若さだった。富と名声を得ながらも、晩年は孤独な独身生活を送っていた。テレサの遺体は、同月十二日未明に、同チェンマイ国際空港から、タイ国際航空機 TG636 便で、台北の中西、厳東園国際空港に搬送され、この時、空港には二百人を超える報道陣と、 陸海空三軍の儀上兵らが出迎えた。そしてこの日、テレサの葬儀を行うための台湾政府葬儀委員会が発足した。翌日13日に中華テレビ局内に設置された霊堂に安置され、棺にはテレサの好んだ色である紫の布がかけられていた。そこにはテレサの肖像が掲げられ、道内には彼女の歌声が途切れることなく流されていた。 この礼拝所にはその日だけで2000人を超える人が足を運んだ。同月28日に台北で国葬が取り行われ、世界各国から3万人ものファンが詰めかけた。遺体には実弟が持っていたチャイナドレスが着せられ、また彼女の棺は中華民国の国旗と国民党陶器で覆われ、台湾での国民的英雄ぶりが伺えた。墓所は、 台北市の北東に位置する台北県金山里の金、宝山にあり、小さな公園のように整備され、本名の一字をとって、縁と呼ばれている。墓前には、銅像があり、彼女の歌声が絶えず、流されている。没後10年目にあたる2005年5月8日には、日本をはじめとするアジア各国からファン300人ほどが、墓所に詰めかけ、追悼集会を開いて、 生前のテレサテンを忍んだ。台湾での彼女はあまりにも偉大なので、遺体は仮装されず、エンバーミングなどを施されて塗装された。没後50年は、生前の姿であり続ける。なお、台湾でこのような形で眠っているのは、小解析、小渓谷、テレサテンの3人である。1995年の春にレコーディングする予定で、作られた新曲、泣かないで、は、 テレサが亡くなった翌年に、新人歌手が歌い、彼女を追悼した。後に、忘れないで、タイム通世グッド、バイマイナスとして、彼女の7回期にあたる2001年に、アグネスちゃんと北原ミレーによって同時にレコーディングされ、追悼の意が表された。日本における発売元である、ユニバーサルミュージックは、テレサの死後も、CD や DVD を発表し、 2008年5月時点で、計200万枚を売り上げている。2009年8月、中華人民共和国政府系の総合インターネットサイト、中国網が新中国建国60周年を前に、一旦アンケート調査で、彼女は新中国で最も影響力のあった文化人に選出された。2013年5月、中国、北京で、 テレサテン生誕60周年記念コンサート、つい夢が行われ、中国や台湾から集まった人気歌手たちが彼女の歌を歌った。2015年5月23日、テレサテン東霊君メモリアルコンサート没20年追悼チャリティ音楽会が渋谷公会堂で行われた。3D ホログラム映像で、テレサテンの中国5番、字の流れに身をまぜ、 月は我が心の2曲が再現された。同年9月15日に台湾の郵政当局が没20周年を記念とした切手冊子を発売。テレサテンは台湾を代表する歌手の一人である。1970年代から1990年代にかけて母国中華民国のみならず香港、マカを含む中華文化圏全域内し、 日本なども含めた東アジア文化圏ならに、その他の地域において広く、人気を博したその業績から、生前から、没後も、アジアの歌姫と呼ばれている。作品の累計売り上げは、控えめに見積もっても1億枚を超えるという。日本ではどちらかというと、演歌歌手のイメージが強いが、実際はかなり幅広いジャンルの歌を歌っており、 台湾や香港などで出されたアルバムには、演歌やムード歌謡に加えて、台湾民謡や、英語のポップス、日本語ポップスのカバー曲なども、多数含まれている。1980年代後半以降のテレサは、演歌、ムード歌謡というよりも、J-POP よりで、アスカやクワタケスケ、ザードの酒井泉らの曲も歌っているため、必ずしも演歌歌詞とは言えない部分が多い。 外国語にも堪能であり、北京語に加えて、台湾語、関東語、日本語、英語に堪能で、山島語、マレー語、フランス語などの言葉も話せたと言われる。日本でリリースされた曲は約260曲ほどであるが、中国語でリリースした曲は千曲を越す。英語名のテレサ、テレジアは、彼女自身が尊敬するマザーテレサにちなんでつけたものと言われてきたが、 実際はカトリック信徒だった彼女の洗礼名を転用したことが明らかにされている。天は本名の聖の中国語音をウェード式表記し英語読みしたものである。父親は中国河北省、母親は山東省出身のともに外省人で両親が生まれた中国大陸で歌うことが夢だったという。また父親は元国民党軍。 国府軍の職業軍人であり、彼女自身、生前は軍隊への遺問活動を熱心に行っていたこともあり、台湾では軍人の恋人というニックネームでも有名。1990年代にアジア各国で2回ほど彼女の死亡説がアルふしている。一度目は1990年後から6月に父親の葬儀への欠席をきっかけとした病施設。 二度目は、翌1991年4から5月に病死説、暗殺説が流れ、それを否定する本人のコメントが、新聞記事などに取り上げられた。1995年5月の死亡時にも、暗殺説が流れ、魅了した歌声をしのんだ特別番組の放映及び、追悼公演等の催しが、台湾、中国、日本で行われている。日本において、テレサテント、 優先放送は来ても来れない関係にある。1985年に大ヒットした愛人は優先放送のリクエストチャートで14週連続1位を記録。なお、日本優先大賞では1984年の償い1985年の愛人1986年の字の流れに身を任せで大賞3連覇を達成。また、 全日本優先放送大賞でも、やはり1984年の、償い1985年の、愛人1986年の、字の流れに身を任せでグランプリ3連覇を達成して、浜崎歩美が2003年に4連覇を達成するまでは誰も破ることができなかった。そして、東西優先大賞3年連続同時大賞、グランプリ達成という記録は、誰にも破られていない。 テレサテンの歌は1974年頃から音楽テープによって表現の自由だけでなく諸外国の音楽の流入も制限されていた中華人民共和国に入り始めた。彼女が歌う南下君再来は1980年代初頭に日中戦争中の抗日歌として解釈され中国大陸で爆発的にブームとなった。中華民国は 中国大陸に隣接する金門島から彼女の歌声を敵対関係に、あ、中華人民共和国の統治区域に向けて、大音量で大陸に向けて流したり、音楽テープをつけた風船を大陸に向けて飛ばしたりすることで、中華人民共和国における反中国共産党政府感情を借り立てる捨ての道具として彼女の歌を利用した。そのため、中国共産党当局は、 彼女の歌を不健全な黄色歌曲、ピンク歌曲と位置づけて音楽テープの販売、所持等を禁止する措置をとり、これは1983年末まで続けられた。中華人民共和国で彼女の歌が禁止されていた時期でも実際には海賊版の音楽テープなどがかなり流布しており、それらを通して彼女の歌声を聴いていた人も多かった。1987年に 両政府の関係改善が行われ、台湾の商品を大陸で販売できるようになったことから、オリジナルの音楽テープが入るようになった。1989年6月4日に発生した中国共産党政権による反政府活動弾圧、虐殺事件である天安門事件の際には、香港で行われた民主化デモ弾圧に対する抗議集会に参加。 民衆の前で歌を披露し、自ら中華人民共和国の民主化実現を訴えた。中国共産党政府による一致登録祭を否定したテレサはイギリスから中華人民共和国に返還、譲渡されることが決まっていた。香港たち、フランスのパリへ移住した。生前、彼女は中華人民共和国でのコンサートを熱望していたものの、天安門事件で、 中国共産党政府に失望し、実際に、それが実現することはなかった。以上の行動から、テレサ店を、中華民国、台湾の広告等と捉える見方もあったが、中華人民共和国での彼女の人気の高さを、物語るエピソードとして、当時、中華人民共和国の国民の間で、昼は老、老党、党小平の言うことを聞き、夜は小、小党、党霊君。 テレサテンを聞く、中華人民共和国は二人の党、党将兵と、党霊君に支配されている、いったようなジョークが流行っていたことなどを挙げることができる。2009年中華人民共和国建国60周年を迎えるにあたり、中共国務院報道主催の中国ネットは7月24日から8月31日までの間、新中国で最も影響力のある、 文化人物のネット選出を行った。192人の候補者から彼女が854万票の獲得で第1位にランクインし2400万人の投票者の35.7%を占めた。注意点。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。